選手、非常に好調です。宇野さんは今ステップアップツアーで、はい、賞金ランキングが2位なんですよね、はい、残るところあと1試合、それで上位2位までに入ると来年のランキングまでの出場権が与えられるので、非常にそこも注目しています。やっぱりこうステップアップツアーで優勝もしてますし、活躍しているというところは、やっぱりこのスイングから見ても分かるようにすごくこう詰まるところがないですよね、フィニッシュまですごくスムーズな動きをしていて、リズムもとてもいいですね。宇野さんは今、はい、ステップアップツアーで賞金ランキングが2位なんですよね、はい、残るところあと1試合、でそれで上位2位までに入ると来年のリランキングまでの出場権が与えられるので、非常にそこも注目しています。やっぱりこうステップアップツアーで優勝もしてますし、活躍してるっていうところは、やっぱりこのスイングから見ても分かるようにすごくこう詰まるところがないですよね、フィニッシュまですごくスムーズな動きをしていて、でリズムもとってもいいですね。今のゴルフの正確性を表すところでもあるんですが。
していた沖縄のコースね。現在賞金ランキング2位小野博夢です。
視野しっかりと右の左を向いてますね。皆さんこんにちは。いつも応援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。いいよ。シャウト。いやいやだナイシャウ。
おお、すごい。よかった。で見事自身初優勝を果たしました小野弘です。でこのカストロールでは諸見里さんが解説されて、はい、まあ、近くでご覧になられましたよね、はいはい、もう最後の最後までわからないという状況でしたので、はい、風が出てきましたね。あ、そうですか。堀琴音選手も言っていましたけど、春先特有のというんですかね、風が舞ってますね。リポーターに小西彩子さん、実況 ABC テレビの福井直人でお伝えをしていきます。小野弘のセカンド、はい、いいアプローチだと思います。今日2つバーディー2つボギー、トータルここまでいい。 VTR で小野の第3打ご覧いただいています。ピン現在1オーバー、小野のセカンドです。少し戻るがちょうどカラーとグリーンの境目あたりです。ちょっとスピンが効きすぎてしまいました。ですが次も上りのパットですので、はい、いいと思います。藤田のセカンドショットの時にこう影にかかっているとというお話いただきました、はい、見え方も全然違ってはくるんですか。そうですね、少しこう影から。小野弘です。昨年11月に行われたカストロールレディスでステップ初優勝ですから、この3人はステップアップツアーで優勝経験のある3人。はい、そして昨年の11月に行われたカストロールレディース、諸見里さんも解説された、その時優勝したのがこの小野弘ですね、はい、少し右サイドセカンド同じようなところになります。フェアウェイ右、ちょっとグリーンからはボールは見えませんが、この1番パーです。
めてグリーンの状態っていうのは非常に今日いいわけですよね。はい、もう仕上がっていますね。この選手も久々のステップアップツアー出場、2017年以来ですね。小野博文です。距離によってね、選手の攻め方も多分ちょっと違ってくると思うので、はい、飛ばす選手はやはり左。今年はレギュラー2試合、そしてステップアップツアーは4試合目の登場です。レギュラーは残念ながら2試合とも予選落ちなんですが、ステップアップツアーはしっかり予選を通過して、いよいよ狙うという戦いが続いているというものです。グリーン上です。皆さんでしょうかね、はい、立浦と同じパーティーで回っています。小野いいラインですね。おー、決まりました。バックナイン、まずは小野ひらめ、デビューからずっと、たくさんあるホールで思いっきり打てるようになると、はい、よそ行ってすごく楽ですね。はい、小野博文バーディーパットを沈めました。1番バーディースタート。あの選手たちの声を聞いていると OB 食い何本あるんでしょうねって本当にたくさんありますよねって。私あのおいバンカーとか行けるか、かすみさんは上から多分ご覧になってるんですね。見逃してしまいましたすみません続いて小野博文です。こちらはラフ、まあ、ありますね。本当セカンドショットからグリーン面が見えないですので、そこもすごく距離感出していくっていうのが難しくなってきます。小野博文はまずはフェアウェイを捉えました。このフェアウェイもご覧のように右に左にこうアンジュレーションがね。単独トップです。小野博文113ヤードです。はい、でも、うん、いいところに来ました。小野博文今のショットもこう顔をしっかりと残して振り抜いてきましたね、はい、ナイスショットです。いもういそこまでは難しくないですね。単独トーナメントリーダーです小野博文、セカンドショット132ヤードです。で3打目寄せてきました。はい、土肥さんの方が上ですかね、一つ先輩になります。先輩、はい、そこでこう、うん、その当時でしたのこうプリクラのやり取りだと、はい、ちょっと歴史を感じてしまうのですが、はい、やらせて交流を持たせていただいてます。ということはちょっと憧れだった先輩だったんですか。はい、お人柄にすごく憧れて、まさかの文通をしていましたと随分いいよ
小野博夢のスイングご覧いただきました。後続との差を広げています小野博夢です。11番、組は11番ホール、ティーショットを終えてグリーンへと向かっていっています。何か口に入れておにぎりを食べていましたねちょっと栄養補給をして、やはりこうゴルフ場の、まあ、コースコンディションが難しくなってきますと本当にこう頭を使いますので、はい、まあ、しっかりとこうエネルギー補給をしていくっていうのも大切です。ここは届かずですが、この難しい11番を、はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう、メントリーダーです小野博夢、最後のホールティーショットです。初優勝に向けて行ってきました。これはここに来て素晴らしいパットを見せてくれました小野博夢。小野博夢初優勝をつかみました。ショートしまして、それが入らずでボギーです。はい、優勝争い分からなくなってきました。13番でダブルボギーの小野博夢、14番です。2ホール続けて、うん、左にミスをしてしまってと言って、ミスをしてしまったと言っていたので、はい、今シンプルに狙いどころに打っていったんじゃないでしょうか。うん、差は変わりません。小野博夢一回、やっぱ風で旗が揺れてきましたね。そうですね、この選手結構短い距離はピン抜いて打ってますね。さて10番です。小野博夢3打目はラフから、今日は、うんうん、続いて小野博夢、小野選手5番アイアンです。はい、右サイドに持ってきましたから変わらず単独トーナメントリーダーです小野博夢のサードショット、セカンドショットかな、はい、セカンドショットですね、はい、ダメ、9ヤードです。はい、
沈めました。しっかりと決めてきました。来ましたね、今日2つ目のバーディー、シックスアンダー。後続本当に一打一打が本当に見てる私たちもドキドキしてきますね。はい、このクロムのティーショット、15番ホールです。ね、距離も、うん、あのカート道で跳ねてくれたので出ていますね。あのカート道で跳ねこの広村セカンドショット、惜しい、でもわずかに、はい、わずかにバーディーとはなりませんでした。しっかりといいストロークで入ってきました。こうなかなかこうオーバーさせてくるというシーンが見られない中でここでしっかりと、はいね、このヒロムです。広島で行われた大クレイレディースカップでは優勝争いまで顔を伸ばせましたが、15番ホールで OB など脱落してしまったという。タイミングが合わなかったのかもしれないですね、はい、今のは。右のラフから小野弘武、134ヤードです。ラフですが、そんなにクラブは抜けないほどではないですね。はい、うん、しっかりピンに打ってきましたね。ホール、まずは小野弘武ですね。このティーショット、うん、フェアウェイに来ました、はい、単独トーナメントリーダー小野弘武です、はい、フェアウェイの真ん中、真ん中からセカンドショット、今で120ヤードぐらいになってくると思います、はい、では乗せてきましたが、うん、ピンの奥、動いてました、止まりました、はい、小野の第3打です。ピンの手前、この位置につけました。ちょっと確認しますので、はい、お待ちください、はい、さあ18番のグリーン上です。小野のバーディーパット、18番パーです。2オーバーで初日を終えました。引き込むようにしてショットを打たなきゃいけません、ね、単独トップの小野ですが、出してきました。でもいいショットじゃないですか。届いてくるのですか。おお、ピンの方にまっすぐ向かっていった最後、ね、低めではありますが止めてきました。拍手です。これはいいショットと、いいショットですね、いうことですよね、はい、さあ小野弘武入れて、さあ小野弘武入れてパーフィニッシュとなるでしょうか。18番コースレコードタイはなりませんでしたが、それでも今日はイーブンパーからのスタート。5アンダーは立派、入れてフィニッシュ。今日はご覧のようにトータル67ストローク、立派なラウンド、バーディーを7つ奪ってますんでね、はい、はい、小野弘武カストロールレディースの優勝は初日73、2日目67だと、ぐんとこれでトップに立ちまして、で3日目73ストローク、オーバーパーではあったんですが、トップを守りきっての優勝だったという小野弘武。プロテスト合格が2016年の7月ですので、もうすぐ5年になるということですね。
季節だと葉虫も飛びますんで。飛びますね、はい、ちょうど雨上がりで出てきやすいかもしれない、ね、ああ、ちょっと引っかかりますね。そうですね、左の方行ったかな、はい、ギリギリに残りそうな、ちょっと傾斜に沿っての場合には、はい、ピンは右ですから、ね、結構ギリギリ、はい、いい感じですよね。ああ、やっぱりピンそば来た。これは大チャンス。わ、これはナイスショットですよ。ねえ、385ヤード、相当の打ち上げだというな。このこちらは先ほどセカンドナイスショットの斧を入れたらトップタイ。問題ありません。4アンダー。もうね、11番も難しいホールなんですよ。はい、ねえ。はい。こんなにあっさりバーディーを取るシーンをご覧いただくのもね、昨日今日通ってもなかなかないことなんですが、はい、今までのね、秋口これまでもね、3オン1パットでなるというケースは結構あったようですが、アプローチの距離感は今日は良かったですね、はい、そうですね。さあ、優勝に一番近いその意識の中でのアプローチ、バウンド、そしてこの距離へ2勝目、優勝に向けてのパッティング、しっかり沈めて見事優勝、トータル5アンダー。小野ヒロミが今年、服部真由さんがここでね初優勝でも遂げてくれたら私としては嬉し涙にくれるであろうというふうにね宣言をしてくれていたんですけども、その気持ちがよくわかるようなね、わかります、ね、まあ、本当にいくつものね壁を乗り越え、本当です、このエリアのところなんですが、小野博文です。下りが受けてるんですけれど、はい、あの先がちょっと下ってますからね、うん、10番のグリーン上トップとは2打差という小野博文、この位置からのバーディートライ、下りが少し右に来ますね、はい、読みはぴったり来た、これはナイスバーディー、読みましたね、はい、できました。グリーンが小さいので、はい、まず乗せることですね。今日まだ手前から9ヤード、はい、センターに切ってありますから、うん、優しい目のところですね。そんな大きな体ではないんですが、小野博文そうですね、こぼれて一番早いところに、はい、さあ16番の小野博文が映ってきました。15番はパワープレーだったようです。5アンダーキープ、おー、ワンオン成功、この位置からバーディー、いい位置ですよ、はい、ほぼ平らそうに見えるんですが、そうですね、はい、入ればコースレコードタイ、出ました、6アンダーまで来ました。今日ご覧のように7バーディー1ボギー、